授賞式に移らせていただきます。いかがでしょうか、今のお気持ち。いや、ちょっとやっと来たなっていう、はい、感じがしていて。お待たせしました。はい、お待たせしました。竹内涼真ですという感じなんですけど去年も一昨年もずっと、今夜スケジュールあったんですけど来なかったので、まあ、おかしいなと思ってまあでも今年、あ、やっと来たなと、はい、確信はしてました。なるほど。じゃ結構皆さんの間ではベストスマイルオブザイヤーを取るぞっていう雰囲気があるっていうことですね。お二人とも待っていらっしゃったんですか。取るだろうという話を普段小籔さんと結構親交がありまして仲良しなんですが、この前彼 LINE をいただき、お誕生日のプレゼントありがとう使ってるでって来たものが全然私があげたものじゃなかったんですね。ちょっと待ってと思って結構すごい考えてまあまあしたしあれ、うん、でもこれなんて言ったらいいんだろう、結構長いお付き合いですけどどうしたらいいんだろうと思い、あ、ごめんなさい、これでも私じゃないですって言って、え、誰なんやろ、怖い怖いって言って、なんか小籔さんらしくないなと思って、でもなんかこう寝る前12時半ぐらいでちょっとすごい私笑ってしまって、なんかすごくこうなんか一人ですごい一番面白かったと言いますか、はい、びっくりしました。はい、はい、自分の歯に自信を持つ。おお、はい、これどういう意味か分かりますか。ごめんなさい、普段心がけて自信を持つようにしている、はい、これはですね、はい、僕はまず自分のことをまず好きになって、で、はい、僕あるこう番組で自分 の, その唾液の量がものすごく多くて、オキシトシンという幸せホルモンが人より500ぐらい多いんですね。はい、で幸せなんです、すごく毎日で、そうするとやっぱ唾液が多いんですよ。でもそれ関係性らしくて、そうなんだ、やっぱり赤ちゃんとか唾液多いじゃないですか。そうですね。そうするとその殺菌作用で虫歯になりにくいんですよね。僕本当に虫歯になったことないんですよ。すごい。やっぱその、はい、自信を持って幸せホルモンが出てるせいなのかなっていう。なるほど、赤ちゃんと同じぐらいよだれを出して。あ、赤ちゃんなんですね、口の中いや、でもね、確かにおっしゃる通り唾液ってとっても、ね、口腔内の健康には大切なことですから、中村さんの思ってます大丈夫です。目を下に向いて、鼻は目をつむって下を向いて口角を上げてグッとはい、今度は目玉を上にやります。そしてお口を大きく上げる、はぁ、はい、パーです。すごいって言わないでください。はい、取られるんですか。はい、パーです。はい、いけますね。いきましょう、上向いてパー、はい、完璧です。ありがとうございます。はい、右左右左、はいはいはい、いいですね、いいですね、いいですね、いい動きです。そうするとですね、お口の中に唾が溜まってくると思いますので、それをごっくん、はい、これも体操の一つになってます、はい、実際に竹内さんやってみて今いかがでしたか。なんかその、うん、顔の血の巡りが良くなる感じ。あ、はいはいはい、はい、あとやっぱ